ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。バンクシー号難民を救っています。全長約30メートルの筆はすでに活動中。正体不明の芸術家バンクシーは29日、政情が不安定な中東や北アフリカから欧州を目指すボート難民を地中海で教室する 民間の活動を支援するため船を購入したと写真共有アプリインスタグラムの動画でアクリルましたバンクシーは欧州難民危機に関心が高いですフランス海軍の船を教室船に再生したとの動画で説明船体にはハート型の救命用浮き輪を持った少女が描かれています代表作「少女と風船」がモチーフとなっています それでは、お先に失礼します。